野村大輝は兵庫県宝塚市出身のプロ野球選手、宇藤右内、福岡ソフトバンクホークス所属。阪神タイガースのファンであるジップの影響で幼少期から甲子園球場で阪神戦を頻繁に観戦。5歳だった2006年に同球場で初めて見た高校野球の試合が第88回全国高等学校野球選手権大会決勝だった。 斉藤勇気を要する早稲田実業がこの試合でチームを初優勝に導いたことが、後に同行への進学を決めるきっかけになったという。小学1年時から末広ルーキーズで軟式野球を始めたが、文武両道を掲げる家族の方針通りに勉強と野球を両立させ、同志社中学校へ進学。在学中は、当初は平方ボーイズに所属し、 レギュラーを獲得していたが途中で大阪福島シニア移籍すると4番打者や保守を任された。当時のチームメイトに小園の海と増田陸2018年に大阪東院高等学校の首相として甲子園球場の全国大会でチームを春夏連覇に導いた中川拓也、浜進之助などがいる。 中学3年時の2015年には松山坊ちゃんスタジアムで開かれた U-15 アジアチャレンジマッチ2015に野球日本代表の一員としてオゾノと揃って出場。保守としての選出だったが実際には5番一塁一種に起用された。その一方で 第97回全国高等学校野球選手権大会で一歳年上の清美や幸太郎が3番打者として活躍する姿を甲子園球場で目の当たりにし、早稲田で4番を打ちたいと決意。同志社中学校が中高一貫校であったにもかかわらず、中学校からの卒業を機に早稲田実業学校高等部へ入学した。早稲田実業では上記の実績を買われて、 春季東京都大会後からセーミアに代わって4番打者に抜擢。三塁手として起用されながら3番に座るセーミアなどとのクリーンアップで注目を集めた。1年秋の東京都大会では日本大学第3高校との決勝戦でセーミアから5三振を奪った桜井中とから9回裏の打席で2点本塁打。チームをサヨナラ勝利と翌2017年の 第89回選抜高等学校野球大会、出場へ導いた。その直後に出場した第47回明治、神宮野球大会でも、通算3試合で9打数5安打1本類打6、打点と活躍し、高校の部の準優勝に貢献。新2年生として臨んだ、翌年の選抜大会でも、通算2試合で9打数5安打2打点を記録するなど、大舞台で、 勝負強さを発揮した。チーム事情で5月の関東大会から保守へ、再び転向したが、対外試合によっては、投手として登板することもあった。セービが卒業した3年時の2018年には、首相を務めるとともに、3番、サンルイとして打撃へ、専念。夏の選手権西東京大会では、4回戦で2。 打席続けて2点本塁打を放ったが、八王子学園八王子高校に敗れた。それでも2本目の本塁打で、在学中に対外試合で放った、本塁打が通算で68本にまで達した。早稲田大学への進学も視野に、早稲田実業学校へ入学したため、3年夏の選手権西東京大会で敗れた後には、卒業後の進路をめぐって、 家族会議を10回近く重ねた。前年の菅の宮と同じ経緯をたどったが、結局は菅宮に続く格好で、プロ志望届を日本学生野球協会へ提出。2018年の NPB ドラフト会議で、福岡ソフトバンクホークスから3巡目で指名されると、契約金5000万円、年俸600万円という条件で入団した。背番号は55。この背番号については、 入団会見で、松井秀喜の背番号の数字と、王貞治が本類打の総数を連想したと述べている。2019年には、春季キャンプを若手選手主体のビリ組でスタート。キャンプ中の実戦4試合での通算打率が5割に達するほど好調なことから、キャンプ終盤の2月28日には、千葉ロッテマリーンズとの練習試合の8回裏に、代打で1軍デビューを果たした。 レギュラーシーズン中には、主に3軍へ帯同。3軍戦では79試合で打率30。303、3本塁打、41打点。2軍のウエスタンリーグ公式戦では22試合で、打率19。191を記録した。9月28日の対オリックスバファローズ戦7回裏の、守備から3塁手として1軍公式戦にデビュー。9回表に迎えた初打席では、 荒西雄大から右前安打を放った。ソフトバンクで高卒1年目の選手が一軍公式戦の初打席で安打を記録した事例は2005年の球団発足後初めてだった。11月23日から台湾で開催された2019アジアウィンターベースボールリーグにおいて NPB レッド選抜に選出され15試合の出場で打率2925打点 オプス744を記録する。2020年は1軍公式戦の出場はなく、2軍公式戦において74試合に出場し、打率263、3本塁打の成績を残す。上勢こそないが、高校時代に対外試合で68本の本塁打を放ったほどの長打力の持ち主で、豪快なフルスイングと勝負強さが持ち味。その一方で、 当時から一試合につき打率5割、ソフトバンクへの入団時には打点王のタイトル獲得を目標に挙げている。高校時代には50メートル走で最速6秒3、投手としてストレートで最速時速135キロメートルを記録している。名前の大樹には地中に根を生やしながら大木のように育ってほしいという両親の願いが込められているという。ちなみに、 出生時の体重は3 3 0 0ムで、兄弟や姉妹はいない。実母曰く、目標があるほど頑張れるタイプとの言う。小学校の高学年には、野球の練習を週末にとどめるほど勉強へ、勤しんだ挙句、同志社中学校の入学試験に合格した。読書好きのジップの影響で、小学生時代には、探偵小説を読み漁っていた。同志社中学校時代にも、 実家からの通学に片道で2時間を要した関係で、登下校の移動時間を読書に当てていた。早稲田実業への入学後も、年間で100冊は本を読んでいたとのことで、ソフトバンクの入団を機に生活する若隆寮には、名称、大田春勝つためのリーダー志向を持ち込んだ。幼少期は、阪神タイガースのファンで、同志社中学校を卒業するまで、 自宅から甲子園球場を30回ほど訪れていた。東京都内にある、早稲田実業への進学を決めたのは、同球場での全国大会出場を狙える環境で、大学までを見据えた学力の向上を追求することにもよる。ちなみに、進学後の3年間は、東京都内で実母と生活し、ジップは単身で自宅暮らしをしていた。 大樹自身は進学当初東京6大学野球でのプレーを経ての NPB 入りを想定していたが、菅宮の活躍などを背景に NPB で早く活躍する夢を追いかけたくなったとのことで18歳の誕生日にプロ志望届を提出した。ありがとうございます。